よくね、その、なんだろう、どういう目的設定にしたらいいのかよくわからないと。はい、天命みたいなものを作れ言われてもええみたいな感じだからわからないとよく言われるんですが、まあ、だから一応私をね、例にとっていつもね、まあ、例えば私はこんな感じで考えてるけど、自分なりにそれを考えてきてっていうふうに言うんですね。で、まあ、まあこれちょっと動画上でもあるんだけれども、私の目標設定を喋るためには、ちょっと私の人生のね、遍歴をすごい簡単に説明する必要があると。で、父親は私医者。で、母親は、まあ普通の主婦で、はい、弱っちい人だったんだけど、その、うちのね、一族というか家庭があって、で、まあ、何、お決まり通りの男尊女卑で、で、父親は家をあんま見ないみたいな感じのやつで、仮面家族だったみたいな。で、私長男だったから、これで期待かけられて、それで、私も嫌だったけど、でも結局医者になっちゃったっていう、まあそんな経歴ですよね。それで、両家ともがでかい寺、浄土真宗のでかい寺で、富士石めっちゃいっぱいおって、地方の名士ですよ。片方なんて本願寺直系で。で、まあそうだったんだけども、まあとにかく骨肉の争い、クソバヤロばっか。はあ、で、もう遺産相続ね、なんとかかんとかとも言い出したらきりがないけど、っていうので、それをガキの頃から見てて、ね、ほいで檀家を騙して、はい。で、ほいで、あ、人間ってこんなクソなんだな、っていうのを。浄土真宗で偉そうなこと言っとるのにね、仏教で偉そうなこと言っとるくせに、ね、こんなクソなんだっていうことを、はい、よく観察して、これで自分自身が、まあ、虚無主義というか、人嫌いというか、なんていうの、制約説論者で、はい、ね、人と、こう、壁を作り、はい、ね、ゲーマーになって、はい、みたいな感じのね、そんな、まあ、幼少期とか、思春期を過ごしたという、ことになるわけなんですけれども、で、それで、まあ私もいろいろ、大学行って、まあ筑波に行ってから、ちょっとこう、離れたから自由になって、で、アイスホッケーやって自分を結構出せるようになってきて、で、それから医者になって結婚しましたと。で、結婚した自分の嫁が、まあ私と同じか下手すとそれ以上に、はい、虚無っぽくて人間ってクソみたいなことを言うようなタイプの人だから、まあそこも息があって結婚して、みたいな。で、その後子供ができて、で、まあこういうのを教えるようになりましたっていうのが経歴ですね。はい。ほいで、結局私は、自分の目的設定、去年までとね、まあちょっと、去年までと今年は違うんですけど、はい。2021年まではね、まあ私、地球上の全人類の価値観の破壊って言ってるんですね。はい。これが自分の目標設定って言ってたんですよ。はい。で、それは今までの僕が言った過去の遍歴に繋がってる。だルールを守らなきゃいけないですよね。で、地球上のっていう風にすごいバカでかく風呂敷広げてますよね。で、これは何でかっていうと、まず自分が幼少期とか思春期とか中高生とかの時ね、